はい、ひろあきのワンナップゴルフ、今回はですね、とても言いづらいんですが、アプローチが苦手な方は絶対に見ないでください。ぶっ壊れます。何が言いたいかと言いますと、前回の動画でですね、アプローチの極意6選というのをやらせていただいたんですが、今回は、実際僕の感性、感覚的な部分を 100% 伝えたくて、この動画を、撮っていただいてます。どういうことをやるかというとですね、実際試合に出ていた、コースではこういうことをやってました、今もやってますということを細かくちょっとやっていきたいと思いますが、まずアプローチ、基本のアプローチはありません。どの状況でもボールが10箇所飛んでったら10通りのアプローチ打ちます。でも絶対です。まずは、ごくごく普通な、グリーンの花道ぐらいからのアプローチ、これぐらいに構えます。もう右かかと線上ですね。もう何もしたくない、できれば打ちたくない、それぐらいのレベルです。まずミスをしたくないので歯を下向けます。普通はトンってまっすぐ構えて、まあややハンドファーストめに構えると思いますが、もう僕、もうこれ全部僕のことですよ。ハンドファーストレベルを超えちゃってる。もう歯を下向けて58度なのにピッチングですかっていうぐらいクラブを倒して、ちょっと実際打ってみますね。グリーンの花道でもう何もしなくても寄りますよと。イメージですよ、イメージ。こういう感じで振ってます。もう打たない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 っていうイメージです。もうこれめちゃくちゃ大事。まず今のが一つ目です。でもう一つ、低い球でちょっとスピンをかけたいなという時はですね、アドレス取ってこのグリップのこの、まあマジックテープの部分、マジックテープの部分をこうやって押されてあげて、バンスの後ろ側をこうやって使う感じですね。こんなこともう基本から大外れしてますけども、イメージ的にはもうこういう感じです。ちょっとやってみますね。もうなんて言うんだろう、こうやってヘッド置いて木彫りで上げて、そのまんまこの角度でこうやって打つイメージですね。もうアホなこと言ってます、言ってますけども、そうこういう感じです。もうもう一回打ちますよ。もうこういうこういう感じで打ってきます。あとはですね、ライが悪い、ちょっと雨上がりでペタペタしてて冬のラフ、いや嫌ですね、よくありますよね。もうイメージざっくり系です。そういう場合はですね、ざっくりさせないためにどうクラブを使うかです。どうやったら分かりやすいかな。まあ、打つ方向がこうだとしたら、普通だったらまっすぐこう構えてまっすぐこうやって打つと思うんですが、そうするとバンスがですね、そのまんまこうやってまっすぐ使いますよね。それでもこのバンスの面が広ければ広い、当たり方が広ければ広いほどミスショットというか、こう地面にこうえぐってしまう確率が上がると思うんです。なので僕はこのバンスをこう縦に使います。そうすると抵抗が減りますよね、少ない。なのでこのターゲットに対して
こういう風に使いたいんです、バンスを。若干開いてヒールを少し上げ気味にして打ってあげる。そうするとですね、地面の抵抗が少ないので、ライが悪い時なんかはすごくざっくりが出そうで怖いんですけども、バンスをこうちょっと縦にこう使ってあげる感じですね。そうするとスッとクラブが抜けてくれるので、こうミスショットが減るっていう感じです。あとはですね、いろいろアプローチあると思うんです。で、個人的にアプローチめちゃくちゃ自信があるのでいろいろやってますけども、あとはフェイスを、これがまっすぐだとしたらフェイスを閉じます。閉じて構えて打つ瞬間に左のこのグリップのこのここの腹っていうんですか、小指の下のこの腹の部分で当たってる部分をグッと前に出します。全然意味わかんないですよね。閉じて構えて打つ時にこういう感じ、ここでクッて出して打つ。めちゃくちゃスピン入りますから。閉じて構えてグッと、やばいですね。ギュギュギュッってあれ使えるんですよ。ああいう球なんかをこうなんていうんですか、遊びながらやる。で、いや、プロはみんなああやってるよ、誰々はこうやってるよっていう球ってほとんどないと思うんです。もうあれは自分でこうやったらいいなと思って個人的にやってるだけで、あんなプロがあんなことやってたよって言っても知らない方なんかももちろんいらっしゃいますし、あ、知ってるよやってるよっていう方なんかももしかしたらいるかもしれません。なので参考までにちょっとこの動画撮ってますけども、あとはですね、もちろんロブショットなんかは皆さん遊びでやられたこともあるかと思います。フェースを開いて大きく振ってあげて、こう上をポンと上げる球を打つショットはロブショットっていうんですが、結構皆さん勘違いされてること多くて、フェースを開けばスピンがかかると思ってる人がいます。フェース開いてもスピンはかかりません。スピンっていうのはボール進行方向に対して溝を縦に使わないとスピンはほとんど入りません。進行方向に対して溝をこうやって斜めに溝を使ってしまうと、こうグーってよく斜めに使って長い距離フェースの上をこう通らせるとか言うんですけども、それでもスピン量って言ったらもう間違いなくこの溝を進行方向に対して垂直に使ってあげる方がスピンは絶対かかります。なんで一番かかるのはここをこうやって倒した状態、この状態で打ってあげる方がスピンはかかります。で、たまたまこの間動画で、50ヤードとか60ヤードでバックスピンとか言ってましたけども、5、60ヤードでスピンかかったらもう PGA ツアー行ってますから。練習場ではもちろん条件が重なったらバックスピンはかかると思います。例えばグリーンが人工芝で若干濡れてたりとかですね、ボールがワンピースボールでクラブがもうフェースにワックスとかですね、練習場ってボールにワックスついてるんでこうボールの跡がついたりします。そうするとバックスピンというのは絶対入りません。なのでちゃんとクラブもきれいに掃除してあげて、きれいなボールで、まあ、なるべくティーアップに近いマットの一番高いところに置いてあげてスパンと打つとバックスピンというのはかかりやすいです。ただコースの芝生の上でそれができるのかって言ったら多分できないと思います。よっぽどな条件が揃わないとバックスピンというのはもう難しいですね。まずクラブ、ボール、ライ、これはもうめちゃくちゃ大事ですね。これが揃ってないと、まあ、バックスピンというのはこう例えばこうトントンって止まることはできたとしても、トントンキュッて戻るのは相当条件が良くないとかかりません。なんでこれはですね、皆さん勘違いされて覚えてる方なんか結構いらっしゃると思うんですが、そこはもう一度ですね、自分で実際やってみたりとかですね、知り合いにプロなんかがいたら打たせてですね、本当に50ヤード60ヤードでバックスピンってかかって戻るのみたいなのをやってみた方がいいですよ。ほぼほぼ不可能に近いと思います。なんで
まあ、ボールも銘柄とかにもよります。でアプローチ、前の動画でですねアプローチのその極意とかってやったりとかですねしましたけども、よるよらないちゃんとこういいアプローチをしてご褒美が来るっていうのはもう間違いなくボールです。ボールが例えばダースで3000とかのボールはまあ止まんない、難しい、アプローチが逆に難しいです。なんでまあできればメーカーで出してるボールのやっぱ一番トップクラスのボール使った方がいいですよね。の方が全然やっぱ結果も違うので、本当にそれはやっぱ値段相応のものがあると思います。なんでやっぱりこう道具っていうのはなるべくいい道具を使ってあげた方がいいと思います。はい、あとまあアプローチに戻りますけども、あとはですね50ヤードでボールを曲げたりとかですね、こうちょっとフックをかけたりとかですね、あとはまあウェッジ、そもそもウェッジで球を曲げることが難しいので、ただロフトがあるんでフックボールは打ちやすいんですが、スライスボールってなかなかかかんないと思うんですよ。まあほぼほぼストレートが若干右に曲がりたがってるかなぐらいしかほとんど曲がんないと思います。ただいろんなアプローチを絶対持ってた方がいいので、本当に練習場でこうスタンス揃えて手だけでこうパチンと打って打つこう打ち方とかですね、あとはスタンス若干広めにしてこうなるべくコックをしないでノーコックでドーンと出してあげてこうラインを出しながら打っていくアプローチなんかをどんどん遊びで練習して、とにかくいろんな球をアプローチでは打った方がいいです。本当にそれはこうミスショットないショット関係なく、自分のスイングもあまりこうとらわれずに遊びながらボールを打っていってあげるっていうのがフェイスコントロールにつながるんですね。なんで僕はですね、まあ、あんまり大きい声じゃないんですけども、小学校の時なんかは近くの公園でボール芝生の上に置いてバシバシ打って、本当に芝生なくなっちゃうんじゃないかぐらい練習しました。なんで本当にアプローチなんかは今でも大好きで、まあ、2時間3時間ぐらいは平気でアプローチだけで遊べます。本当にでも真剣にやるのも確かに大事なんですが、遊びながらやるっていうことですよね。それが本当に楽しむということは大事だと思います。なんでアプローチなんかは基本の、前回やった道具なんかはほとんど基本的なこと、基本的なことをやった上で自分でそれにこうなんかアクセントをつけていろんな球を打ち分けてですね、楽しんでアプローチやっていただけたらいいかなと思います。今回の動画は以上になりますが、このように基本とちょっと離れた、これこのシリーズちょっとドライバーも僕個人的にやりたいんです。本当はドライバーはこうやって打ちますよ、先に言っておきますけども、試合出た頃なんかはピッチング9番よりドライバーの方が自信ありました。それぐらいドライバー好きだったんで、本当は試合コースではこういうことやってましたよっていうのをちょこっとだけやっぱりやっていきたいんで、今回のウェッジに続きドライバーの動画もちょっと楽しみにしておいてください。